はい、おはようございます。カッパパです。はい、ここはですね、まあ、僕の動画でおなじみの、那須岳の峠の茶屋駐車場です。はい、ということでございまして、今日は那須岳を登ります。今回はね、リハビリ登山の最終回、2つの山を登りました。まず先に朝日岳、続けて那須の主峰茶臼岳へ登ります。それではね、ルート概要ですが、峠の茶屋の駐車場をスタート。まずはね、避難小屋を目指します。そして岩稜帯を越えること50分、那須一番の栄峰朝日岳に登ります。で、登頂後一旦避難小屋まで戻って、次は茶臼岳を目指します。茶臼の山頂でね、お弁当を食べて、避難小屋までまた戻って、出発地の峠の茶屋駐車場に戻ります。以上のルートでリハビリ登山出発です。こっちがですね、去年からできたの、新しいトイレということで、どんな風になってんだろうね、まあ、トイレなんかちょっと映せないけど、男女別、多目的、こっちがトイレですね、多目的。で、ここをスルーすると例の階段と。なるほどね。あのベンチ、あそこでね、冬来た時ラーメン作って食ったんですよ。はい、半年ぶりですね。さあ行きましょう。おお、久しぶり。こう山の神にさ、こう入山するたびに祈ってんだけど、一回もお賽銭入れたことないんだよ。もうそろそろ入れないとやばいかな。いや、それにしてもさ、もう朝5時40分ぐらいに峠の茶屋駐車場を着いたんですけど、もう満車でしたね。いや、さすがね、那須も人気あるよ。大したもんだわ。はい、ということでね、今日は、リハビリ参考第4弾、まあ、今日が最終にしようと思ってるんですけど、那須を歩いて、まあ、那須のね、岩稜地帯歩ければあとはどこでも歩けると思うんですよね。まあ、そんなことで那須に来てんですが、暑いね。めちゃくちゃ暑い。ほんの3日前はね、涼しい小国沼で日光キスゲを楽しんでたことを思うとね、まさに別世界に来たような暑さです。はい、中野茶屋と上がってきました。ああ、久しぶりだね。冬はね、この辺爆風の通り道なんで、もう風速20ぐらいになる時があります。はい、これはチャウス。剣ヶ峰。ちっこいのが恵比寿大黒岩。これが朝日ですね。この距離は。ただ見えるだけだ、これ。
はい、峰の茶屋と避難小屋です。はい、こっちはね、大峠方面ですね。あの奥の山がね、三倉山、大倉山、流石山、雪かぶるとね、あそこ綺麗なんですよね。で、この方角にね、三度小屋温泉があります。で、下ね、見えますかね、あのあそこに避難小屋が見えるでしょう。何年か前の動画でも言ったんだけど、あの避難小屋ですね、那須の爆風でね、2メーターぐらい横にずれちゃったんですよ。あんな谷底にあるのにね。じゃあ、剣ヶ峰をね、巻いて、旭岳の方に向かいます。はい、この巻き道もね、いいでしょ、いい感じでしょこれ。はい、あれはね、旭岳那須で一番の栄峰です。ほら、人が登ってるの見えるでしょう、尾根のところ。忘れてたよ。はあ、あそこがね、名物の鎖場ですね。ちょっと気をつければ安全に行けます。はい、今ね、偶然山友さんとお会いしました。挨拶してね、ちょっと楽しいお話をさせてもらいました。じゃあ、こっからですね、特別難しくはないんですけど、名物の鎖場ですね。はい、ここね、ちょっと第一歩目がヒヤッとしますけど、特別怖くはないです。はい、あ、向こうから来たんで、よし、はい、朝日の方です。まあ、空っていうぐらいで、あそこが朝日岳ですね、あのとんがってっとこ。今日はね、あそこ登って折り返します。はい、これがね、爆裂火口ですね。はい、あれが1900メーター砲。はい、朝日の頂上に近づいてきました。おお、来た。おお、はい、じゃあ朝日降りてね、肩に戻ってきたいと思います。では、チャウスの方にね、戻りたいと思います。はい、またね、肩の下り、こう滑るんでカメラ終わりにします。
いやあそこまで降りんのか。まだまだです。なんか食うか腹減っちゃった。いやあ続々と上がってきたね。でもまだ9時半ぐらいだから、まあ、普通っちゃ普通なんですよね。じゃあね、朝日やったんですけど、じゃあもう一座やりますか。チャウスに行きます。いやー久しぶりだねチャウスもね。もう1年以上チャウスの山頂は行ってないかもしれない。持ってきちゃいましたね。まあ天気予報通りっちゃそうなんだけど、ちょっと早いとこ登りたいね。はい、これ最後のね、キュート上がると、オカマですね。オカマ周りの縁に出ます。あとちょっとだ。はい、頑張りましょう。オカマ縁あとオカマ縁に行きました。じゃあこっちから行こうか、ね、こっちから行くと鳥居があるから。はいはい、久しぶり。はい、三角点。あそこが山頂ですね。はい、ここはね、完全チャウス岳の溶岩ドームの真上なんですが、赤いショット、まあ、火山特有ですよね。八ヶ岳の赤岳が赤岳って名前なのも、まあ、そういう理由ですけど。今日の2座目チャンスです。あれ、朝日ガスっちゃった。チャンスの山頂、だいぶ人も混んできちゃったし、あのね、暑いんですよ。とにかくで、ナスのくせにね、爆風が吹かねえからね、もうぐん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 気温が上がっちゃって、とっとと降ります。はい、今から下山なんですが、下山はね、あのお釜をぐるっと時計回りに回って、また来た道ですね、峰の茶屋と雛小屋から、峠の茶屋駐車場に戻りたいと思います。はい、だいぶ降りてきてね。はい、溶岩ドームは、降り切りましたね。はい、朝日なんか2
時間前まであそこいたんでね今日はねよく運動してる。膝のリハビリとか言いながら普段よりも、登ってますね。やっぱね山二つ登ると効くね。うわさすがシーズン。あ、ワンちゃんもいますね。はい、ちょっとね休んでいこうと思ったんですけどあんな感じなんで、このまま、峠の茶屋駐車場まで降りちゃいます。雨降ってきちゃった。ギリギリセーフだ。はい、というわけでございまして、リハビリ参考第4弾、まあ、ラストですね、那須岳は、まあ、朝日岳登って茶臼岳ということで、ちょうどね12時前に戻ってくることができました。膝の方もねバッチリですね。まあ、これで調子込んじゃうとねまたなっちゃうんだけど、まあちょっとこの膝がねやばかった期間、まあ1月半、2月ぐらいあるんですけど、一つね歩き方とかね、まあ、いろんなことをこう考えることにもなったんで、非常にいい機会だと思います。はい、ということでね、今年はまあいっぱい行きたいとこあるんで、まあ元気いっぱい頑張っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。カババでした。